crappy translation. It's over crappy. The fuck? Hello, Coco. Welcome. 皆さん、開けなさいよ。海外日記が来たわよ。Hello, Coco. If you can revive anyone in the world, who will it be? そして過去。Hopefully, hopefully it's Yago's dream. Yago の夢だといいんですけど。Yago's dream 一回死んだからね。Yago's dream is dead. What would I revive? Who would I revive? 誰かね、もう、やっぱ歴史的にね、こう、なんていうか、偉人だよね。生き返らせるとしたら誰がいいですか?私はね、でもこの人しかいないんだ。ごめんね、Yago's Dream! I'm sorry, Yago's Dream! 私はね、映画監督のコンさんですね、コンさん。コンさん。It's a movie film director, producer. He's a genius. He's a Japanese genius.His movie, one of his、famous movie is Paprika. Paprika ね。Paprika 作った人です。そう。Paprika、千年女優、Perfect Blue、全部作った人。なんで?蘇らせて。Yago, Yago. Shut up, Yago's dream. そう、東京 Godfathers。もうね、でね、あとなんだけど、それで、あの方ね、映画を次の、いや、サトシコン for Ian Bros. サトシコン。サトシコン氏はね、もうね、惜しまれながら、なんとね、映画を作ってる途中でお亡くなりになったんですよ。He was making a movie when he died. He was making a movie! ロボットのね、映画。次の、ね、作品、アニメ映画を作る方なんですけど、夢見る機会。そう、夢見る機会っていうのね。夢見る機会っていう作品を作ってる途中で、ねえ、残念ながら、体がね、悪くなってしまって、お亡くなりになってしまったんですね。この方は本当に私は夢見る機会を死ぬほど楽しみにしてたので、そう。で、平沢進さんの音楽をね、バリバリに使う方なんですよね。知らなかった方はもうね、もうチェック。絶対チェック。チェックですね。もうアニメ業界の神。神。God of anime movies. Perfect Blue, yes. 妄想代理人アニメですね。そう、しかも、46歳で亡くなったの。He was 46 when he died. だからね、もうね、ほんとおじいちゃんで亡くなったとかじゃないんだよ。だから惜しいんですよ。だっておじいちゃんで亡くなった人が惜しくないわけじゃないんだけど。うん。だからね、もうね、ぶち刺さってたんですよ。私に全てが。平沢進氏の音楽に、アニメ、感性。もうね、そう、若すぎた。若すぎました。平沢進氏のミュージックを生かせた、ムービー。疾走感やばいよ。あれ、見るドラッグ。あれは。ね。東京ゴッドファーザーズ、あれ最高だよ。その、中二病の人はね、ぶっ刺さると思う。最高なんです。なので、I would say, Koen, Satoshi Koen, the famous movie, anime movie director in Japan, who died very young.Couldn't finish his movie.